ああ、いい本だなぁと改めて思うわけです。複雑さを生きる。ね。これについてですね、ちょっと今これ朝まだ6時台だったんですけども、早く起きまして本を読むかというふうに思い、おはようございます皆さん。本日もお幸せでしょうか、そんな質問を受けたら腹立っちゃうよね。私も絶賛ですね、うつ病で不幸なんですけども、これについてですね、なんで私たちこんなに不幸で自信をね、失っちゃってるんだろうっていうことをですね、こうちょっと朝ですね、複雑さを生きる。ね、これ岩波バージョン。こっち一月万冊復刊バージョンなんですけども、これをですね、読んでいて、そうだよな、うんうんというふうに思いました。で、それがですね、前も紹介したここの文章ですよね。我々は物事を細切れにしてしまうことを慣れきっている。細切れにしたそれぞれの部分を理解したり解決したりすれば、元の全体をうまく扱うことができるものと考えがちである。しかし実際のところ、そのようなやり方がうまくいくことはめったにない。大抵の場合、くぐだる物事だけではなく、その結び方が問題であるっていうところをですね、まあ、前も紹介して、いや、まさにその通りだなと。我々がですね、大体、不幸な時というのは、自分自身の身体性やですね、全体性、こういうものを失ってる時だよな、失ってる時だというふうにこう思ったんですよね。で、それってどういうことっていうふうに思うかもしれないんですけども、この我々はね、物事を細切れにしてしまうことに慣れきっているっていうふうにこういう部分なんですけども、ここで一つせっかくなんで、例え話をどっちの方がね幸せですかっていうことをですね、してみたいなというふうに思うんですけども、例えば私、富士山行ったことあるんですけども、あれ8合目ぐらいまではですね、車で行けるんですよ。ね、で8合目ぐらいまではですね、車で、ブーンとね、まあ、私運転免許持ってないんで人についてってもらうんですけども、ブーンってこう行くとですね、まあ、景色がいいわけですわ。ね、景色がいいわけですよ。で、その富士山の8合目までのですね、景色をですね、こう見てですね、幸せだ、いい景色だって思う。まあ思うでしょ、十分。でもですね、一から富士山、よいしょ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 っていうふうに登ってですね、おーって見る景色、皆さん、どっちの方が達成感とか、あるというふうに思いますかね。これは間違いなくですね、自分の足でよいしょよいしょあよいしょよいしょおーの方なんですよね。で、これはですね、私は富士山を頂上まで行ったことはないんですけども、私がですね、学生時代、そして子供の頃にですね、よく登っていた山がありまして、よく登っていた山って何っていうかもしれませんが、滋賀県とか岐阜のあたりにですね、住んでいる人はですね、実感されるかもしれませんが、知ってる人もいるかもしれませんが、伊吹山というところがございます。ここですね、なんと日本一の豪雪地帯、すごいんですよ。積雪量日本一ですよ。これすごいですよね。北海道とかじゃないんですよ。なんと滋賀県と岐阜の間にある伊吹山が日本一の豪雪地帯だということなんですけども、豆知識ですけど、伊吹山って、1927年ね、にですね、11メートル82センチ積もったんですよ。で、そしてですね、ちょっと今調べ直したら、すみません、日本一じゃなくて世界一でした。はい。これまあ、まあ、そんなに高い山じゃないんですよ。1300メートルぐらいなんですけど、私、子供の頃にですね、子供の頃っていうのは小学校4年、5年ぐらいの時にですね、これ1合目から歩いて登ったことがあるんですよ。ね。で、それでですね、もう、しかも夜間登山。ね。このヘッドライトつけてですね、よいしょ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 、あーとかってなりながらですね、こう登り切ったことがあってですね、でも、ようやく朝、ね、早朝に着くわけですよ。で、そしてもう、ヘトヘト、あーってヘトヘトになりながら、ご来光、ね、この朝日を見るとですね、こう感動するわけですよ。すげえなーって、山、すげえなーっていうふうにですね、こう思うわけなんですよね。で、大学時代になってですね、私が大学生の頃にですね、友達とちょっと伊吹山行こうぜっていうふうにこう言ってですね、行ってみたらですね、あれやっぱ車で頂上近くまで行けるんですよ。で、車で頂上近くまで行って、でそして景色を見るんですよ。いや、悪くないんですよ。全然悪くないんですよ。頂上まで行けるんでね。富士山と違って。で、悪くないんだけど、なんか子供の頃の感動って何なんだろうっていうふうにですね、こう思ってですね、何回か行ったんですけど、あれやっぱりですね、自分で一からこう登っていくっていうことがすごくやっぱり全体としてね、感じさせるものがあるわけですよ。で、いやこれは富士山でもエベレストでも何でもいいんですけども、例えばですね、やっぱり1合目から登って頂上まで行って見る景色とですね、ヘリコプターとかでボロボロポイッと、それで「おい見ろ、いい景色だな、はい、ヘリコプター乗ってブルルルル」って帰る景色って、やっぱ感動の度合いがですね違うんだと思うんですよ。これ自信がないとか幸せじゃない不幸だとかって言ってる話と一体何が関係あるのかっていうところで、もう一回ですね、この複雑さを生きるこちらのですね方に戻ってみたいなというふうに思うんですけども、この我々は物事を細切れにしてしまうことになりきっている。細切れにしたそれぞれの部分を理解したり、解決したりすれば元の全体をうまく扱うことができるものと考えがちである。しかし実際のところはそのようなやり方がうまくいくことはめったにない。大抵の場合、空から物事だけではなく、その結び方が問題だからであるっていうことなんですよね。で、やっぱり、登山にしてもですね、何でもそうなんですけど、一から全部やり遂げたっていうところにですね、人間って幸せとか、こう実感とか、そういうものを感じるものだというふうに私は思うんですよね。まあ今ちょっと伊吹山とか富士山とかの登山の話を私しましたけども、例えばご飯考えてみてください。皆さんにちょっと質問があるんですけども、全体性を保ったご飯どれぐらい最近食べてますか？全体性を保ったご飯で、全体性を保ったご飯って何っていうふうにね、思うかもしれないんですけども、やっぱり人間が幸せだなーって感じるご飯って何なんだろうって。やっぱり私、うつ病にかかってですね、とてもしんどい思いをして、だいぶ良くなって、今はもう薬も飲んでない状態ではあるんですが、やっぱりたまにですね、すごいもう、辛い気持ちになってですね、もう死んだ方がマシかなっていうふうにですね、思う時も正直あります。で、それがひどい時って、どんなご飯食べてたんだろう。でもそのうつ病になっていく過程の時ってね、自分がどんなご飯を食べていたんだろうっていうことをですね、今思い返してみると、いいものは食べてたんですよ。いいものは。ね。例えば、東京でね、表参道とか、ギロッポンとか、ザギンで、シス、ね、っていうことで、っていうものを食べてもいたし、で、ウーバーイーツとかですよね。で、頼んで食べていたりとかですね。悪いもの食べてなかったです。もう5年以上前の話ですけどね。で、むしろどちらかというと贅沢だったと思います。今は全然そんなことはないですけどね。で、そういうご飯で栄養も別に悪くはなかった。血液検査とかしてたしね。だけどそれでも不幸になっちゃうわけですよね。で、うつ病が治っていく、良くなっていく過程の中で、私がすごくいいなってこうちょっと幸せを感じさせてくれる物事っていうのは、やっぱり一から自分で作ったもの、あるいは誰かが作ってくれたものなんですよね。で、これ例えばですよ、吉野家、その贅沢ばっかりしてなくって、別に吉野家でもいいし、マクドナルドでもいいし、当然私もそういうところ、マックはあんま行かないけど、吉野家とかね、吉野家と、松屋とすき家、あと中尾、これがあったらですね、味噌汁の美味しさランキングはですね、中尾が1番ね、2番が好みですけどしょっぱいけど吉野家ね、で3番目はなんか無個性なんだけどそこそこちゃんとしてるかなっていうのがすき家で、正直私はこの他の3つに比べてあんま美味しくないなって思う味噌汁だよ、味噌汁松屋なんですけども、まあそれ言ってさ、ご飯、まあ朝定食でもいいし、牛丼でも何でもいいんですよ。ね。食べる。でも、もう、お願いしますっていうふうに言って、こうパンって出てきたら、パパパパパって食べたら、はい。これでおしまい。じゃないですか。ね。で、ちょっとですね、今、吉野家の朝定食ちょっと見てみようか。はい。こちら、吉野家の特朝定食っていうふうにこうなってますね。いやー、ちょっとお腹空いてきちゃいますね。はい。で、まあ、これありますよね。で、これを、全体性をね、取り戻すという、うつ病の時にですね、ちょっと幸せな気持ちになれる時っていうのは、やっぱり自分でご飯を炊きました。で、自分で卵を割りました。自分で納豆を買ってきて混ぜて、こうかける。自分で炊いたご飯にね。で、そして、自分が買ってきた鮭を自分でジューってこう焼く。まあ、あるいはね、グリルに入れてこうやって出してやればいいんだけど、で、そして自分で味噌を溶く。で、自分でスーパーに行って悩んだ、わかめ。あるいは、こっちのネギどっちがいいかな。こっちの方が同じ値段だけど、ちょっと太い気がするとかっていうふうにこう買ってきてですね、こう自分でトン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 ってやってですね、バラバラバラとこうかける。で、それ食べる。時間はどっちの方がかかるかっていうと、間違いなく、吉田屋で、特朝定食っていうふうにこう言うよりかは、まあ、自分で作る方が、当然、時間はかからないですよね。特朝定食の方が、時間かからないですよね。だけど、どっちが幸せなんだろう。どっちが幸せかっていうとですね、やっぱり自分で、一から作る方が、幸せ感はあるんですよ。ね、同じ味を再現することもできると思いますよ。同じ味を再現することもできると思います。だけど、なんだか違う。なんだかもう極端な話、味も違う気がする。っていうことになるわけなんですよね。で、これ、どうしてこうなるんだろう。ね。で、もっと言うとですよ。ね。例えばですね、お米も自分で作る。お米も自分で、例えば田んぼを借りてですね、自分でこう水を張ってですね、稲を植えて、で、そして「うわー台風だ!」とか「あー虫が湧いた!」とかっていうふうにこうなんやかんやとですね、こうやりながら、で、例えば米を四苦八苦してですね、こう作り上げたと。ね。で、そして自分が、コケーココココケーコココケーコケコケコケコココっていうですね、鳥から取った卵。ね。で、なんだったら味噌も自分で大豆を揃って、こう作る。ね。で、鮭は、えいっていう風にこうやって、こう釣ってくる。ね。釣ってきて、作ったご飯。多分、栄養的にはほとんど変わんないです。吉野家の特朝定食。十分美味しいですよ。変わんないんだけども、何かが違う。何かが違う。その何かって何なんだと。ね。で、これは読書でも大事なポイントなんですけども、その何かっていうのがですね、まあ、言ってみりゃ行間を読むっていう行為でもありますよね。まあ、私は本をですね、ずっと読んでいて、行間を読むってすごく大事なことだなというふうに思うんですけども、この行間を読むというですね、能力というのはですね、本当に鍛えないと失われてしまうものだなというふうに思うんですが、この複雑さを生きるについてですね、まあ、本当にね、一番、まあ、今日もね、朝起きたら、もう今日朝の段階で数冊、また今日だけでね、売れていたんですけども、我々は物事を細切れにしてしまうことになりきっていると。細切れにしたり、それぞれの部分を理解したり、解決したりすれば、元の全体をうまく扱うことができるものと考えがちである。しかし実際のところ、そのようなやり方がうまくいくことは滅多にない。大抵の場合、くぐたる物事だけではなく、その結び方が問題だからであるというふうな時にですね、まあ、この文章、すごく複雑さを生きるの、もう本当に最初の文章なんですけども、ここにもう本当に全て詰まってんなっていうふうに、思うんですが、例えばね、うつ病とか自信がないとか不幸だっていうふうに言ってる時に、例えば食事一つ取ったとしてもですね、確かに食事は食べてるんですよ。で、仕事に行きました。で、仕事に行った。で、仕事に行って仕事をしました。お給料入ってきました。ね。で、まあ、確かに仕事をした。お給料入ってきた。ね。で、そして、まあ、家に帰った。家もある。別になんか雨漏りがしてるとか、ね。あばら屋に住んでるとかっていう人は、まあ、最近は少ないわけじゃないですか。で、最近だとユニクロとかね、GU とか行ったらですね、安くていい服がいっぱい売ってるわけですよ。でも、ちゃんと服も着てると。何なんだと。でも不幸なんだっていうのが、この現代人にあるですね、すごい悩みだと思うんだけども、でも、すべてをね、今から言うことをすべてやることっていうことはできないとは思うんですけども、仮にですよ、仮に、私がさっきこの吉野家のね、徳朝定食の話をしましたけども、仮に年に1回、月に1回までやればすごいことですよ。自分で一からご飯を作る。っていうことをこうやって、美味しいなっていうふうにこう実感する。私はですね、それが自分にとっての、全体性を回復して、で、人間のね、システムっていうのは、例えば肺だけ取り出してさ、肺の健康状態だけを見て、ね、肺をね、あなた健康ですねっていうふうに言われても、別のところが不健康だったら、やっぱ幸せじゃないわけじゃないですか。ね。なので、それと同じことなんですけども、全体性をいいなっていうふうに感じるときに人間って幸せだなとか感じるものなんですよ。登山だってね、富士山をヘリコプターパラ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 ってペッて頂上にそれて、おいい景色だろっていうふうに言って、パラ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 って帰ってるのと、1合目からぐーっと上がっていって、で、そして、おーって見る景色とですわ。全然違うわけなんですよね。なので、何か自分にとって全体性を回復させるようなことっていうのをですね、日々の中に入れていく。まあ、日々の中に、たまにでいいから入れていくっていうことをしないとですね、どうしても人間っていうのはですね、個々の文脈、まあ、個々のパーツで、いや、お前幸せじゃん。文句言うねっていうふうに言われてもですね、これはうまくいかない。で、そして我々はどうしても、その、個々のものを分けてやった方が楽じゃないですか。それは前回の動画ではね、例えば、仕事において営業、事務、経理、法務っていうのが例えば4つあるとするじゃないですか。で、それを全体を見ながらやる。これ大変なことですよ。ね、そんなこと関係なくですね、私はこれ今やってるんだ。私の目の前の仕事きちんとやってんだ。あとはお前らのせいだっていうふうに言う方が楽だと思いません？でもですね、そういう仕事ってなんだか不幸ですよね。ね、だから我々っていうのはですね、やっぱりそういう仕事一つとってもそうだし、ご飯一つとってもそうだし、一個一個分けた方が楽なんですよ。自分で料理一からするよりもですね、吉野家にて徳朝定食くださいっていうふうに言った方がですね、楽なんですよ。だけど、それでは幸せを感じられない。なんだか心がすさんでいく。そういうふうにできてる。それはなんでかっていうとですね、我々の人体、体、ね、そして心、これがですね、そもそも複雑な存在。だからですよ。前もね、例え話で言いましたけども、私たちがこうやって息を吸って吐いているっていう過程はですね、とてつもなく複雑な現象です。ね。これ、ロボットで人工肺を完成させるなんていうことはですね、できない。全然できない。ね。で、もっと言うとですね、例えば、はい、ここに、なんて書いてありますか？これ。ね。複雑って書いてあるんです、これ。ね。これ。よいしょ。複雑さを生きるって書いてますよね。書いてますよね。あ、顔にピンとかっちゃう。こう。ね。で、この複雑さを生きるに関してですね、服だけを見てください。服。ここだけ。服。だんだんですね、なんだかよくわかんなくなってくるんですよ。これ。まあ、ゲシュタルト崩壊っていうことなんですけども。でも、文脈で見ると複雑さを生きる柔らかな制御っていうふうにこう書いてある。で、理解できますよね。で、これ、なんで皆さん理解できるんだと思います？まあ、小学生だと複雑っていう字がちょっと複雑だから見れないかもしれないけども、読めないかもしれないけど、まあ何でもいいや、生きる。生きる。っていうふうに書いてますよね。生きる。ね。この前の私の動画にですね、黒澤明の生きるについてまさに縦割り行政の話が出てきたっていうね、話があるんですけど、もうまさにあの人、不幸ですよね。黒澤明の生きるの主人公とか、ね。ブランコにキーコって乗ってね、まあすごくいい映画なんで、見てくださいよ。で、なんだけど、このうちらの認識、なんでこれを日本語として認識できるんだと。ね。でも、なんだか違うじゃないですか。これ例えばね、この一月万冊バージョンの複雑さを生きると、岩波版の複雑さを生きる。これ印象違いますよね。これ。まずですね、私の感覚で言うと、この一月万冊バージョンの方が柔らかい感じがしませんか？柔らかい感じが。ね。で、岩波版の方がなんか、ちょっと、なんか、ガキッとした感じしませんか？ね。で、この印象とかも、どうして人間そうやって感じることができるんでしょうか？わかんない。わかんないですよね。だけど、なんかそう思うんだよ。ね。なんか、おはようございますって一言朝、ね、今日もお仕事された時に誰かに挨拶されたでしょう。お仕事してない人もですね、誰かにおはようございますと言ったかもしれません。あるいは、一人でおはようございますというふうに言う相手もおらんという場合はですね、なんか文字を認識したでしょう。その行為って、実はものすごい複雑な行為なんですよ。で、そんな複雑な行為が人間、それで成り立っているにもかかわらず、日々の生活だけ、ね、分断されて、もう個々の全体とは関係ない部品扱いされていたらですね、そりゃ幸せにはなれない。うまくいかない。っていうふうに考えて動画撮ろうかなって思ったんだけど、実はこれ続きがあってですね、分ける。アダム・スミス。国富論。ね。分業について書かれたこの本とかを、こうちょっと読んでみたんですよ。まあこれだけでね、今度ちょっと動画撮ろうかなっていうふうに思ってるんですけども、我々の仕事、労働ですよね。労働っていうので分けるっていうので考えるとですね、まあ我々の仕事って衣食住と、まあ仕事、生活が衣食住で成り立っていて、で、そして、そのために、労働してるわけですよね。で、労働を分ける。アダム・スミスだなと思って、ちょっと朝の読書はですね、読書家っぽいですよね。アダム・スミス読んでたんですよ、私。諸国民のね、富。これについてですね、諸国民の富の本質と原因に関する研究っていうふうにこう書いてあってですね、私はこの中央公論版をね、よく読むんだけども、これ最初の、序論及び本書の構想というところにアダム・スミスが書いていることなんですが、国民の富は年々の労働の生産物からなり、その大きさは労働の熟練の程度と、有用な労働者とそうでないものとの、うんぬんかんぬんと書いてありますね。はい。で、まあ、これはまあ、一旦置いといてですね、このアダム・スミスっていう人が何のためにこの本書いたんでしょうか。ね。それは国富論ってに訳されているけども、諸国民の富の本質と原因、これを追求したかったわけですよ、アダム・スミスはね。で、アダム・スミスはこれを追求したかった。それはなんでなの？なんでこんなこと考えたのっていうふうに言うとですね、まあこれも別の章の序論なんですけども、政治経済学はおよそ政治家あるいは立法者たるものの行うべきの、一部門として見ると2つの目的を持っている。その第一節は国民に豊かな収入もしくは生活資料を提供することである。はっきり言えば国民にそうした収入や生活資料を自分で調達できるようにさせることであるっていうふうにこう書いてあるんですよ。ね。で、まずそうやって思っているですね、今政治家とか経済学者どれぐらいいるんですかね。なんだかよくわからない経済現象というのをですね、切り取ってですね、部分だけを切り取ってですね、で、これはこういうもんなんですとかっていうふうにですね、こねくり回している人たちがほとんどじゃないかというふうに、私はまあ思うんですけども、で、第2、国家すなわち公共社会に対して公務の遂行に十分な収入を供することである。で、これどういうことかというとですね、要するに、豊かな税金、国家運営に関する、まあ、軍事予算、ね、社会福祉、いろんなもの、必要ですよね。それを国家に提供することであると。だから、経済学は国民と主権者の双方を共に富ませることを目指している。うん。なんか読んでて悲しくなるね。つまりアダム・スミスっていう人はですね、変わった人だし、いろいろ突っ込みどころもあるんですけども、インビシブルハンド、見えざる手っていうのも出てきますよね。少なくともアダム・スミスは全体性を意識しながら国民と国家どっちも、今風に言うと一般市民と政府どっちもが豊かになっていくためにはどうしたらいいんだろうなというふうにこう考えたんだけども、でも最終的にアダム・スミスが寄っているのはインビシブルハンドですよ。見えざる手、なんだかわからないけどそれが全体をよくしてくれる、ね、そこに関してのツッコミどころは当然たくさんありますよ。あるんだけども、やっぱり全体的なっていう視点はですね、それなりに持ってるわけですよ。で、この全体的なっていうのは、なんか、みんなのためにね、一人一人が部品になるっていう、そういうなんかファシズム的なものではないですよ。そういう、双方向に関係していて、全体が双方向に関係するからこそ意味を持つっていうね、そういう考え方なんだけども、仕事だってさ、分業ですよ。分業といえばアダム・スミスですよ。ね。ここにこう分けてね、行った方が、ネジがね、一人一人が作るよりも、分業でやった方が4000倍ぐらいの生産性あるんだというふうに、こう言っている。どちらかというと、物事を分けて、その方が生産性上がるんやっていうふうに、よくですね、誤用される、アダム・スミスの国富論ですら、やっぱ全体性を意識してるわけですよ。で、人間っていうのは食事一つとってもね、でそして仕事一つとってもですね、もともとの人体が複雑な生き物だから、個々に分断されたものを食べて、個々に分断された役割を与えられて、個々に分断されたものをね、ずっと全体として提供されてもですね、幸せになれない。もうこれ間違いなく言えますよ。私は知り合いに何十億何百億というふうに持っている、若いうちからね、もう人いっぱい知ってるけども、全然幸せそうな人ないよ。本当にこれ不思議なもんでね、中にはいますよ。中にはいるけども稀です。それはやっぱね、全体性の回復っていうことがですね、ものすごく私は大事でね。で、安富さんのこの複雑さを生きるね、この岩波バージョンと一月万冊バージョン、これあるんですけども、これに関してですね、この序論っていう序文が本当に大事だなというふうに思うんです。我々は物事を細切れにしてしまうことに慣れきっている。細切れにしたり、それぞれの部分を理解したり解決したりすれば、元の全体をうまく取り扱うことができるものと考えがちである。しかし実際のところ、そのようなやり方がうまくいくことはめったにない。大抵の場合、空気たる物事だけではなく、その結び方が問題だからであると。そうですよね。だから私たち、だってもう分割されたものだらけ、ですよ。もう本当に分割されたものだらけの中で我々は囲まれて生きていて、その分割された物事をの役割を演じるために日々生かされている。満員電車に乗る、ね、あるいは最近ズームで仕事するんだったら、今日もお仕事をカタカタって、そんなんじゃねうまくいかない。でもここが難しいポイントで、じゃあ一からね、吉野家の特技定食を全部自分で作る、そんなことしてたらですね、破綻しちゃうわけですよ、ね。だからまず知識としてそのくぐたる物事、ね、分割されたものっていうのを、自分に取り入れていくだけではうまくいかないんだっていうことを知る。これがものすごく私は大事なことなんじゃないかなというふうに思っていて、ね、だから、そういうことが気づいてるからこそ複雑さを生きるっていうのがですね、いまだに一月万冊でもベストセラーになっているんじゃないかなというふうに、私は思います。ね、今日ちょっと朝早く起きたんで、こういうちょっと朝の読書動画っていうのを撮ってね、アダム・スミスと複雑さを生きるっていうのをですね、やり方っていうかどっちも読んで、ああそうだよなっていうふうにちょっと思ったことをシェアしたくって、動画を撮りました。ね、分割された事象だけで考えると YouTube の動画というのは夕方17時から21時の間がよく見られるのに、その状況で公開した方がうまくいくっていうふうになるんですけども、今日はなんか朝に皆さんにね、お届けしたい気分だったので、これを撮りました。ね、分割された状況ばっかりにとらわれているとですね、やっぱ幸せにならないんですよ。これも実感持って言えることですけども、どれだけどれだけご飯をね、美味しいものをレストランに行って食べて、どれだけ分割された仕事でお金を稼ぎ続けてもですね、うつ病になるだけです。間違いないです。それはもううまくいきません。ね。だからこそ私は複雑さを生きるっていうことはものすごく大事なことだし、で、この複雑さを生きるっていう本の何がいいかっていうとですね、こういう全体性の回復とか心身がうんぬんかんぬんっていう風になるとですね、大体ほとんどの人スピリチュアルとか宗教に行くんですよね。まあまあそれはそれで別にそういうアプローチもいいと思うんだけども、この安富さんのね、初めにの部分にの最後に何て書いてあるかっていうと、このような人間の持つ価値を重視する教訓が精神世界への没入や身体的鍛錬によってではなく、数理的な考察から導出されるという点が複雑系科学の新しさだと私は考えている。つまりこれ、学問なわけなんですよね。別にここで瞑想しろとか、ヨガしろとか、ね、安富さんを言えば馬に乗れとか、そういうのではなくって、ちゃんと理論としてそういうのを学ぶっていうことが、自分の生活を変えていくっていうことに、あと幸せ感とかのヒントにもなっているということで、で、最近私ですね、なんでこの複雑さを生きる、ね、こうやって読み直してるかっていうとですね、私もですね、安富さんもこの動画をですね、安富さんに出会って大体5年ぐらいで、この複雑さを生きるを復刊して3年の間にいろんなことありましたよね。少なくとも新型コロピーちゃんはですね、流行っておりませんでした。ウクライナ危機もなかったです。なんと悲しいことにドル円レートは100円ぐらいでした。今134円です。安倍晋三さんも打たれてませんでしたね。もっと言うと私はうつがもっとひどかったし、安富さんも住んでる場所とかも違ったわけですよ。なのでまあだいぶ2人も変わったよねと。で、もう複雑さを生きるっていうのは10時間解説動画付きで35,000円で、皆さんも本当にもうたくさんの人が買ってくださってすごい嬉しいんですけども、これちょっとバージョンアップしようかというふうに思っています。この本書の内容自体は変わらないんだけども、この解説動画の部分をさらにバージョンアップさせようかなというふうに思っていて、今のところどうやっていつ売るかともかも何も決まってないんですけども、最初はね、複雑さを生きるのこの9番を買ってくださった皆様にだけ追加で、無料ではないんですけども、特別な価格でね、ご提供する機会を用意しようかなというふうに思っていますので、まずはそのバージョン1、これだけでも十分ね、役に立つものですし、皆さんの人生にプラスになることは受け合いですから、ぜひ買ってほしいなと思います。買い方 YouTube 説明欄に書いてありますんで、ぜひ買ってほしいなというふうに思うんですけど、まあなんかこういう話をするとですね、俺今日吉野家の特朝定食を買って、で、そして、部品のように働くんだっていうふうに逆に落ち込む人もいるかもしれません。ね。でも人生の意味というのはですね、今日だけで決まるわけじゃないんです。ね。いつか点と点がそれこそ全体でつながって、なるほどと思う日が来ます。だから今分断されているような人生をね、分割された部品のようにね、一定不幸だって思うこと。でもその不幸だと思えることの方がまだ幸せかもしれませんよ。少なくともこの動画最後まで見てくださった方々はそこから抜け出したいっていうふうに思っているわけですよね。で、それをちょっとね、まあそういうふうに捉えると何か意味のあることにつながっているのかもしれないしね。というわけで、今日はちょっと朝早く起きて動画撮りたいなっていうふうに思ったんで、動画を撮らせていただきました。アダム・スミスと複雑さを生きるをですね、両方どっちも読み直して、撮られるというのも面白いんじゃないかなというふうにも考えています。なわけで今日も読書、朝から見てくださった皆さんは、おはようございます。いってらっしゃい。で、お昼の最中に見た皆さん、ね、今日は何食べました。で、そして夜、疲れた。あれ、朝更新されてるじゃんと思って、見た。皆さん、お仕事お疲れ様ですというところで、今日も読書、チャンネル登録といいねよろしく。じゃあねー。